おお、皆さんありがとうございます、今日はね、朝の部からそして昼間もね何回か分けて配信してきまして、でそして今日ですね、この7時か7時10分からとか言いながらやっぱ7時10分になってしまったんですけど、すみません、9時までですね、ずっとお付き合いしてくださってる方もいるのかな、多分とかももちろんですけど、その今日初見の方もいらっしゃったり、あとそうですね、今日初見の方でなんか何人かその推薦コメント書いてくださっててめっちゃ嬉しかったです。なんか中には多分なんか初めてアイドルのっていうか、私も今アイドルって言っていいのかなって状態なんですけど、そのなんだろう、こういうのにショールームに見てコメントしたの初めてって方がいてびっくりしました。もう私なんかがみたいな感じなんですけど、嬉しかったですね。もちろんもう1分でも2分でもね、もう見てくださった方がいるからこそこうやって長い時間配信できてましてね、毎回毎回本当に何千人もの方が来てくださっても感謝しかないですね。ありがとうございます。あ、ちょっと、あ、イヤリング外しちゃった。初めましての方もいるのかな。あ、サマックさん初めまして、 ありがとうございます。マさんこんばんは。コマリさんお疲れ、ありがとうございます。ちょっとじゃあまた自己紹介やってきますね。おー、ブルーローさんね、この3分、あ、お帰りなさい、ありがとうございます。ちょっとまたやってきますね、お願いします。7時10分からですね、メモしておきます。ただまあ、どうせどっちにしろ9時までやっていきます。ほぼぶっ通しでやっていきたいと思います。お願いします。まあ皆さんはね、目疲れたりね、いろいろあると思うので、全然こう自分の予定優先してくださいね。エンジェルさん、あれ、こんばんは、今日も楽しみにしていきたい、ありがとうございます。すいません、噛んでしまって、ありがとうございます。ぜひ9時までお願いします。皆さん、あ、ありがとうございます。また来ました。ありがとうございます。あ、黒前さん、待ってて、ありがとうございます。あ、黒前さん、多分推薦コメントもツイッターもやってくださってたのかな。で、しかも私が今これで推してる、先ほどの枠でできたグローバル向けのちょっとあれですね。結構、英語圏の方と、あと中国圏の方と、あとタイ人の方とか、韓国人の方来てくださってて、それでちょっとその向けにちょっとこれですね、ラッキーセブンの中で、ちょっと私のファンの方はちょっと応援してくださる方はちょっといっぱいタグになってしまうんですけど、ちょっとそのタグの説明も今からしていくのでね、もし初見だよって方はちょっと今から一緒に復習しながらやるので、ちょっとついてきてください。フォローミーって感じでお願いします。あー、しみともさん、あのちゃん、やっほーやっほーありがとうございます。本当に皆さんね、待ってたよとか嬉しい限りですね、本当にありがとうございます。さあやってまいり、あ、ちょっとね、昼の配信かな、朝の配信忘れちゃったけど、でおなじみのちょっと美味しいリップをつけて、はい、ナナ、あ、ムードスター、はい、ナナ、でもムードスターは多分日本人の方ですよちょっとね、最近皆さんもね英語でやられてどっちか分かんなくなっちゃうかと思ったら、中国人の方が日本語上手だったりしてね、ちょっといろいろな分からなくなったりするんですけど、グローバルな配信ということで、ともちゃん歓迎、あ、見ました見ました見ました、こんばんは、推薦コメント、ああ、ジュリーナ、アップル、ジュリー、ん、ちょっと待って、ちょっと遠くて、ちょっと白地にグレーでちゃんと今がここつけすぎちゃったかな、グリップ、国の言葉交えながらね、片言なんですけど、デカイイングリッシュ、本当 I'm not good English, sorry, でも I do my best, yes って感じで頑張るので、あ、全然これまさに気にしないでくださいね、大丈夫ですよ。では行きます、じゃじゃん、SK48 の9期生候補の、エントリーナンバー7番の7です、よろしくお願いします。今私は20歳ですね、20歳の大学3年生で、あと数ヶ月後に、21歳になります。SK48 Nice Member Audition、My name is Nana Entry number 7 OK You can speak English I'm not little I'm not good English Sorry でも I'll do my best よーい、って感じ、ふーって感じで頑張ってきます。本当ラッパー風でね、あんま話せないんですけど、で I'm Japan I'm from 神奈川 My father from愛知豊橋 SK48 hometown 20 years old
なん。あとなんだ。151cm。Thank you so much. Thank you for listening. Thank you for watching. ということでですね、もしよろしければこちらのルームのフォロー、コメント、お星様、そしてハッシュタグをつけての拡散よろしくお願いします。チョヌ、SK48 Nice Member Audition Entry No. 7チョヌ7位も2段、よろぶんなるるうんわねじゅせよちょんまるさらへよということでお願いいたします。あ、ヘリーヤさん、マキコ、そうです、マキコさんとあの偶然本当に2日違いで買った同じ服なんです。わかるかな、多分マキコさんのインスタに見ればわかると思うんですけど、この袖が特徴的なやつなんですね。Please, if you give me comment free gift start、なんていうんだしてくれたら I'm so very happy and this room follow me thank you and this あと Twitter ハッシュタグじゃ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 アップアップアップあのテロップ、ハッシュタグ big l lucky 7 underbar n big なんていうのアルファベットのビッグ7、みんなあのツイート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 みんなリツイート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 よろしくお願いしますということで、はい、お願いします。 It's Korean language. I'm watching this movie from スルガ。なんか皆さんすごい、なんか すごいとかははは、なんかすごいもうワールドワイドになっちゃって本当にもうすごいですね、こういう今のご時世、こんなもうたった数分でこんないろんなとこから時差もある中ね、時差ってなんて言うんだろう、ね、タイムラグなんだろう、カントリーなんかね、インジャパン、あの夜なんですけど、グッドイブニーナニューカントリーグモーニング グアフタヌーン、わかんないけど、とりあえずね、いろんな時差がある中ね、なんか Thank you very much I'm so happy って感じですね、はい、ごめんなさい、すごいお聞き苦しいですね、中国語もほんとちょっとしか喋れないんですけど、ダジャーハオ、ウォーシー、エントリーナンバー7 イアサンスウルチ、ウォージャオ7、なんだっけシュあってたっけな、イアシシュイアシスイアシスイかな、二十歳、Thank you very much. あ、おしりべれ、おしりべれ、日本人です。へい、へいとか言って。あと、あの、スイジャーハチ、スイジャーハチ、なんだなんだ、チョヌン、チョア、タルギー、ケンチャナヨ。オッケーですかね。こんな感じで、ガッツだけはあります。はは、わっ、ああ、言うのに、笑いちゃった。でもね、笑っていきましょうね、皆さん。はははって感じ。はい、ありがとうございます。Thank you very much.Thank you very much. もうね、皆さん、カムサハムジダ、シェイシェイ、ありがとう。こういう感じ、コップンカですね、コップンカ。もう本当、胎児のことも昨日ね、いっぱい、いろいろなんかスペシャルギフトまでいただいたんですけど、もう本当にコップンカとソワデイカしかちょっとわからなくてごめんなさい。一応、バンコクダイエットは行ったんですけど、4日間ですね、4 days, I have been Thailand last year once.一番最初の時ワンタイムとか言っちゃってね、ワンス、トゥワイス、スリータイムスなのね、ちょっと本当に中国の英語、中国の英語すらできないってごめんなさい、恥ずかしいです、本当に。はい、ということでですね、ハッシュタグの説明していきますよ。ちょっと長くなってしまって、そう、結構意外と、とか、本当驚いた感じに、アンビリーバブなことに、その、ワールドワイドファンの方が来てくださるので、ちょっと、ワールドワイドハッシュタグ、MAKES。ファンの方と共に作りました。OK、ツイートツイートツイート、みんなでリツイートリツイートリツイートバーセンキューってことですね。あと日本人のジャパニーズファンメンバー、これですね、ラッキーセブンの7とこれですね、じゃじゃん、ちょっと慣れてないもので通報の7 でコメントいっぱい通報しちゃったので、ちょっとそのあの伝統芸というんですかね、初回の時にね9割ぐらい通報ミスしちゃったので、それで通報の名前になっております。よろしければねお願いしますね。ちょっとじゃあスクショタイムちょっと後でやろうかな、7時ちょっと40分ぐらいにスクショタイムやるんで、それで使ってください。こうやってちょっとね 手の動きが多いんでね、ブレちゃうと思うんで、ちょっと読んできますね、皆さんお願いします。今日も、今日もあとなんだっけ、About one hour half
やってきます。なう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 な、あのレッツゴーレッツゴーですね。ちょっとこんこんばんは、遊びに来ました。 Thank you very much。 日本人の方ですね、ありがとうございます。本当にまさかね、こんないろんな国から来てくださると思わなくて。コマリさん、上のところにハッシュタグのつけてくれてて、おじさん泣きそうやけど20代いやいや本当にね、ナイスアイディアと思いました。もうグッジョーって感じでね、いいですね。グローバルハッシュタグでメイクスジャパニーズファンの方とメイクスしましたよ。ぜひね、皆さん使ってください。でリツイートしてね、みんなでね仲良くしてください。ソーリーに見えてますか、なんか見えてますか、見えてますか、ね、消えちゃった。見えてるねえ、見えてる、わかんない、どうだろう、見えてる、あ、オッケー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 、よかった、顕著なよ、オッケー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 、顕著なよですね、オッケー。あー、一回やらかしちゃったんですよ。それでもう一回配信し直しってね、今日の朝ね、すみません、慣れてないもんで。本当に二次審査通って初めてね、アプリ入れるって形で、ちょっとごめんなさい。あー、皆さん、マサさんもね、ヤスさんもね、ありがとうございます。黒前さんも、勢いさんも、翔平さんも OK で、 ありがとうございます。ちょっとコメント聞いてないかな、大丈夫かな。おー、Your English is… あ、阿部さん、わかんない、ちょっと合ってるかな。おー、Yes, thank youThank you, thank you. ちょっとごめんなさい、本当に。You speak China, Japan, and Korean language. Ah, whoa, 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 whoa. ちょっともう全部、あの、リトル、本当に。Chinese little, Korean little, English little, Japanese, OK, full OK, all OK って感じですね。うん、sorry, もう本当に、あの、うん、little, I'm not good English and Korean and Chinese, sorry, sorry.ことなんですけど、でもあとリアクション、リアクションとあとね、このジェスチャーで頑張っていきます。はい、すみません、落ち着きましょう。あ、ごめんなさいね、大きく深呼吸しよう。そうですね、すみません、ちょっと焦っちゃいました、いつもやらかしてたんで、ごめんなさい。皆さんね、優しくてありがたいです。ジャパニーズリトル、ジャパニーズちょっとハクリビさん、こんばんは、仕事から帰ってきて、あー、おかえりなさい、お疲れ様でした。もしよければ9時ぐらいまでやるので1時間ちょっとですね、お付き合いいただけたらと思います。イエーイって感じで、これも貼れたらいいな。皆さん休めてますかね。なんかずっと多分こういうの見てると目疲れますよね。大丈夫かなって思うんですけど、また火曜か水曜までですかね、ちょっとどうなるか分かんないんですけど、最後まで頑張りたいと思うので、皆さんもしね、ご都合がつけばね、それ無理しないでくださいね。アイテムとかも無理しないでください。できる限りの応援でお願いしますちょっと見ましたよ、ドクタージャイさん。リトルなのは身長だけで十分、まあ、ほんとそれなって感じなんですけど、ほんと母譲りのね、低身長でやっております。もうそれなのにね、ヒールが苦手っていうね、なんかよく言うじゃないですか、160以上のある子がなんかちっちゃいからヒール履けていいなって、いや、ヒール疲れるから履きたくないんだけどみたいな感じですね。まあでもね、ちょっとね、元総監督も148センチのね、4月8日生まれということで、私も150センチで元気にやってきますよ。よし、 OKノリツッコミ Thank you あれ、てみさん、さっきの配信も知らないので、おお、まさかこのタイミングでね、起床するとグッモーニングって感じですね。ジュリアン、ジュリーンさん、わかんない、わからない、ちょっとわからない、セブンアイスマイ、ジュリーンさん、うん、ちょっとすみません、ソーリー、アイマンダースト、ソーリー、うん、もっと勉強します。I'm studying. I will study foreign language. すいません。ごめんなさい。ちょっと。できなくて。年齢ですか？年齢。ああ、年齢。20 years old. I'm 20 years old. OK? わかんない。合ってるかな。トシちゃん、感激さん。手振りが大きい。よく言われます。多分女子校にいてこそうかもしれない。星先輩といい勝負ができそう。どうですか、でも結構なんか AKB のメンバーの皆さんもそのメンバーになってから、あ、 OKOK、 Thank you。
早村先輩、大太鼓さん、ちょっと調べますね、ごめんなさい、ちょっと知識不足でごめんなさい、大太鼓さん、調べてみます。なんかそうですね、なんか AKB ビンゴを見てた時に、この結構前のかな、言われてたんですけど、その48メンバーになってから、なんだろうな、そう、なんだ、リアクション大きくなったみたいなこと話してて、私もともと大きい方じゃないですか、結構普通にもともと喋るし、もともとあれだしみたいな、だから どうなっちゃうんですかね、もしなるともともとそんな、ね、リアクションがあれなの。あれとみーさん、知らないうちに英語芝居なの、いや全然そんな、もうね、あのここ数日でですね、韓国人の方、タイ人の方、あと中国圏、英語圏の方が来てくださって、ちょっとそれに応えて頑張って片言でガンイングリッシュでなんとかやっております。ちょっとね、お聞き苦しいと思うんですけど。ああ、そういうこと。7番が一番好きな番号。ああ、Thank you, thank you. Your life, your best, like number 7. ああ、Thank you. I think so too. 同じですね。イエーイ。通いはやってます。ありがとうございます。サポートしていただきまして。生き物さんですね。ありがとうございます。そんなに謝らなくて大丈夫です。すいません、ちょっと癖なんですね。すいませんとか申し訳ないですとか言っちゃって。何、7個カードですか、あのセブンイレブンのですか、私持ってないんですけど7個カードプレイ。ブルーローさん、 AKB の歌唱力ナンバーワン見ながら配信見てみます。あ、今予選ですかね、どうなんだろう。でも皆さんすごいですよね。もうやっぱ私のイメージで AKB の中で歌が上手いメンバーって言ったら、みゆ竹内さん、竹内みゆさんと、あと元もう卒業されちゃった、AKB48 グラデュエーションメンバーズ、 AKB48 セカンドメンバーズ、ゆかますださんですね、増田ゆかさん、大阪出身の。やっぱあの方たちは、あの方たち特にすごいなと思ってますね。全然英語喋れないのにね、なんかできる風で喋っちゃってますけど、本当にね、もう中学以下かもしれないレベルなんでごめんなさい。だけどなんか気持ちが伝わってればいいね。真中カード、真中カードってなんだ、真中のカードなんでしょう。いろいろありがとうございます。You are eyes very beautiful. Ah, thank you. 嬉しいです。ライトディーニーさん、48歌歴長いのかな。そうですね、私は小さい頃、なんだろう、ミニモニターかモーニング娘さんとかが好きで、で小学校のキラリレブリューションとか好きで、で小学校6年ぐらい、中1ぐらいで、あのリバーとかの時が小6だったんですけど、そのぐらいから存在をして、で特にポニーテールとシュシュとかですかね、その辺からもっと詳しくなって、公演の曲とか、実際現場は行ったことないんですけど、握手会とかも中学生だったので、でもそのスマホで見てたりとか、あとはあれですね、あのディーバとかは CD 持ってたりします。行ったことはないんですけど、あのそういうイベントとかね、あとそうですね、高校に入ってちょっと中高一貫だったので、ずっと女子校だったんですけど、すごい厳しくてバイトができなかったのと、あとその大学受験に向けて、高校1の時にちょっと私は、なんだろうな、あれじゃない、ダメなんですよ、あの偏差値20上げなきゃダメだったんですね、その受からない、20以上上げなきゃダメ で今の大学に結局、まあ、当時の高1高2の偏差値から20上げて入ったんですけど、だから勉強に集中するためにちょっとあんまり、ちょっと自分で自主規制みたいな感じでアイドルちょっと遮断してたので、どっちかっていうとその私が中学時代の時の方が詳しいかもしれないですって感じですね。あと大学1年の時初めてバイトしたのは、ちょっと友達に誘われて1日だけ、握手会の、やりました、受付やりましたよ、48グループの、はいって感じですね。真ん中、スイカの中、中盤、すみません、イコカとかそういう感じですかね、イコカ合ってますか、ホナカみたいな、イコカかな合ってますか、違うかな、私たち、そうで基本スイカですよね、分かんなかった、真ん中で、もしあれかな、もしこっちに来たら真ん中になるのかな、なんかこうニコちゃんみたいなマークですよね、こういう、多分分かんない、合ってるかな。ブルーローさん、ナナちゃんはどれならゼロポジ取れる自信ある。ゼロポジってあれですね、センターってことですね。なんだろう、早口言葉みたいな、ずっと喋ってるみたいな、喉の強さとかそうだ、別にね、特別ね、なんかこれと言ってあるわけではないんですけど、バイトいろいろ
なんかバイ今までのバイト経験総時間とかあといろいろ旅行した国とかですかね。一応10カ国ぐらいとか行ったのそれとかですかね。わかんないけど、なんだろう、あと何がある、うん、私よりね、なんかいろいろすごいこといっぱいいると思うもんね。まあ大学、ね、通ってると言ってもね、まあ、大学通われた方、通ってる方もいっぱいいると思いますし、なんでしょうかね、ちょっと入ったら考えたいと思う。なんかね、なんか自分の武器になるものができたらいいんですけどね、なかなかね、難しいですね。もうオンリーワンではあると思っても、ナンバーワンっていうのがまた難しいですよね。ネルディーさん、ありがとうございます。確かに。ありがとうございます。長田さん、九州はすごか、すごかっていうの、なすごいすごいと言って、ほんなんか波の感想しかできない。ブルールの SK の審査、あ、始まった、お、頑張ってください。ここなんか届くはずもないけど、としちゃん、関係さん、特にでも成果使えるよ。あ、実際あれで行きましたよ、新幹線から乗り継ぐ時スイカで私は行きました。あ、遠いか、まさに JR 東海は遠いか、なんかそれも聞いたことあるな、うん、なんか新幹線のお客さんとか結構、うん、来てたので、たまにそうお客さんとかに言われた時、初めはちょっと何言ってんだと思いますね。今までパソモとかスイカぐらいしかあんまり聞き慣れてなかったので。長月さん、確かに滑舌は素晴らしいな。あ、本当ですか。早口言葉はあんまり自信ないんですけど、どうですかね、どうでしょうか。なんかやっぱ自分のことだとあんまり分かんなくなっちゃうな。ブルーローさん、やっぱりビジュアルナンバーワンなの。いや、それはない、それはない、ナンバーワンはないですよ、本当に。もういろんな人敵に回しちゃって、ちょっとね、そんな感じですけど、ちょっとビジュアルはナンバーワンは、それはちょっとないですね、本当に。もう900、もうすごいですね。なんか何分から始めたんだっけ、10分、15分ぐらいかな、始めて40分になったらスクショタイムしますね。じゃじゃん、ちょっと何回も使い回しちゃってるけど、ドアラ書きました。ちょっとね、昨日のねファンの方にね、なんか書いてみてって言われて、一応隣でスマホの画像見ながら写したって感じで、模写ですかね、しました。どうですか、どうですかとか言って、なんか意外と皆さんに好評で、よかったです。そんな自分であんまりうまくないかなと思ってたんですけど、しみともさん、炙りカルビを10回言って早口言葉確かめ。10回?3回じゃなくて、5回とかじゃなくて、炙りかぶるねえ。もう1回炙りカルビ、アルビ、ダメですね、はい、炙りカルビ。あ、ジュリーさん、バイバイ、 I want to go、 I バッテリー is low、 それ、あー、大丈夫、 OK 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 OK、 Thank you for listening、 Thank you for watching、 Thank you、 Goodbye、 Good job、 Thank you。 全然もう皆さん気にしないでくださいね、もし自分のなんかバッテリーとかなんか用事とかあったら全然気にしないでください。あ、7時10分からこうやってるんだね、やっとじゃ、じゃあもうあとちょっとでもう30分も経っちゃうよ。びっくりですね、皆さんのおかげでこうやってまたこの築地じゃないや、豊洲市場の水揚げのように魚のように星がいっぱいこうやって引き上がってきて、本当にありがたい限りです。今日も7市場は絶好調でございます。ありがとうございます。ブルルルローズさん、そんなことない、美人さんだよ、ありがとうございます。本当に皆さん優しいですね。なんか、あ、1000人超えた、1015人。しみーともさん、かんでもかい、あ、ありがとうございます。なんですかね、早口言葉ってなるとあんま得意じゃないんですよね。普通に喋ってる時はまあまあ早く喋れる方だと思うんですけど、謎ですね、私も謎です。なんか星の色って意味あるんですかね、いろんなカラーあるじゃないですか、よくわかんないんですけど、私は仕組みが。あと意外となんかプロフィール写真よりなんか実物の方が動いてる方がいいみたいな推薦コメントの方もいらっしゃって、ありがたかったですね。よかったで、なんか幻滅されてなくてよかったです。なんかね、私のあの写真がこっちだったんですよね、こういう
なんていうんだ、この角度付きのやつがなんか使われてて、こうやってあと歯こうやってこうやって開いてで私もね正面も撮ったんですけどね、でもなんかとその私たち の, その何人か一気に来た中ではトップバッターでなんかカメラマンさんに呼ばれちゃって、私より番号早くいたんですけど、だからなんかどんな様子か分からなくて必死でしたね。ポーズ撮ってとか、なんだろう、こう体振ってってあれでこっち向いてこうみたいな。ちみともさん、星の色あんまり関係ないと思う。やっぱ同じなんですかね。ただちょっと一緒だと分かりづらいからバリエーションってことですね。岡田博さん、こんばんにゃ。あ、こんばんにゃ。ありがとうございます。よろしければ、ルームのフォローと、コメントですね。あと推薦コメント書いてもらえたらスクショしてお気に入りして覚えたいので、よろしければ手間暇かかるんですけど、まあ、無理にじゃなくてね、もしよろしければ、なんか今日書いてくれてたのよろしければ癖で言っちゃうんですけど、よろしければよろしければ。あとそうですね、お星様お願いします。あとハッシュタグをつけての拡散なんですけど、ちょっとワールドワイドのねハッシュタグ、これですね、上に一番最初が L ラッキーで7、数字でアンダーバーで N7 の7、あれが大文字で7ですね。これが結構いろんな国の方が来てくださったので、これがちょっとファンの方と、日本人のファンの方と作ったハッシュタグになっております。ぜひ皆さんお願いします。それとですね、じゃじゃん、ラッキー7の7、こちらもやっております。もう一個ですね、通報の、これは初回の時に、まあ、コメント読もうとしてちょっとタップしちゃってね、毎回皆さんを通報しかけるっていう通報ミスを何件もやってしまったので、まあ、今しめも込めてですね、通報の番組やらせていただいております。ちょっと私のファンの方でね、ハッシュタグが多くなっちゃうんですけど、まず SK48 となんとかなんとかオーディションってやつと、まあ、7番っていうやつと、あとこのあれですね、ラッキーセブンの7、通報の7と、これでちょっと5個は必要なんですけど、ぜひ皆さんちょっとうまくね、実数考慮していただいてお願いします。あと2分したらちょっとスクショタイムもやるので、いっぱいちょっとね動いちゃうので止まってやりますね。ハメもハメなじゃん。ジョータカさん、通報なのって書いて、あ、でもありがとうございます。書いてくださるだけで嬉しいんですけど、まあ、できたらね、多分つぶやいた後に多分同じそのツイートに対してこうやってなんか付け加えられますよね、もう一回リップみたいなやつで。よし、これでやってくれたら嬉しいです。なお見つけやすいので。ゆりさん、私は出発しなかった、うん、あ、しなかった、あ、行かなかった、あ、オッケーオッケー、センキューセンキュー、グッジョーブ、いわ、ジュリンズジャパニーズ、グッジョーブ、センキュートランスフォー、なんだっけ、トランスフォー、センキュー、訳していただいてね。中村モンドさん、ナナちゃんフォローしました、ありがとうございます。こんばんは、初見さん、ありがとうございます。自己紹介しますね。エントリーナンバー7番の7です。身長151センチの、年齢は20歳です。あと数ヶ月後で20歳になるので大学3年生ですね。で、私が神奈川県出身で、父が松井玲奈さんと同じ愛知県豊橋市の出身です。よろしければお願いします。で、先ほども言ってるんですけど、フォローですね。サブ今してくださったって言ってくださって、あと推薦コメントよろしければね、スクショするのでお願いします。あと、すぐその、推薦コメントが良いとすぐね、私がチェックできるんですよ。今 SNS やってないので、家族のスマホからその皆さんのね、この拡散のハッシュタグは確認するんですけど、その推薦コメントは自分のね、タイミングでスクショしてお気に入りできるので、よければお願いします。暗記はね、あんま得意ではないんですけど、反復して覚えるので、お願いします。あと、お星様ですね。まだ、ちょっと築地市場、豊洲市場にも負けないぐらいのね、今日も水揚げ量のお星様を大量に引き上げております。7市場です。ということでですね、ハッシュタグの説明そろそろいい感じで40分になったのでやっていきますね。なぜちゃん SK キャプテン好きだ、好きです。あの1番は1番までか尊敬してるメンバーっていうか相田さんがいたから応募したんですけど、あの個人的にそのインスタはその特にキャプテンさんのインスタ好きで、そのまだ SNS やってた時をフォローしてて、でこの服をたまたまこれ東京の限定の新宿のポップアップでしか売ってない服だったんですけど、こういうね特別なデザインで、でこれがこのブランドとコラボしたこれですね。わかるかな、見てるかな、ちょっとやばいかな、大丈夫かな頭の底てっぺん見せちゃって。で それで私が買った2日後にたまたま同じような同じやつを着てて、なんかもうまだこれオーディションを受けるって決めてた前なんですけど、ちょっとこれはもう着るしかないと思って今日着てます。どうでしょうか。しかも色もね3種類あるのにね、たまたま一緒っていう、なんかもう運命、ディスティニーですね。これがディスイズディスティニーって感じで、はい、
行きます。あ、ソーリーマイジャパンラグジーでいつまで、あ、ノー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 、そんなことない、そんなことない、けんちゃなよけんちゃなよ、だいグッジョブグッジョブ、ジュリアンズジャパニーズグッジョブ、豊橋ですか、豊橋です。あ、ちょっとスクショタイムですね、もう1分過ぎちゃった。もう話し始めるとね、ちょっと規制が効かなくてごめんなさい。北の人と違いますよ、もう皆さんね、ちょっと朝からそんな声も聞きながら、どうしよう、これも貼っちゃったからな、じゃあこれでいこうかな、ちょちょん、スクショタイムお願いしますね。あ、ちょっと見た方がいいのかな、クテビル、どうだろう、ちょっと一回あの朝から来てる方におなじみのちょっと美味しいリップであの色つけておきます。ちょっとライト買ったらね、明るくなったらいいんですけど飛んじゃうんですね。どうでしょうか、スクショタイムいけますね。皆さんね、ウインクが好評なので、またウインクも交えながらやりたいと思います。どうでしょうか、間に合わなかったよなんて人いたら言ってくれたら、またこれやるんでお願いします。あとですね、ちょっとラッキーセブン、あのラッキーセブンアンダーバー7はちょっとまだあのこれ作れてないのであれなんですけど、でもこれで書くよりこっちの方が皆さん見やすいですよね、ずっとあって。んでそれはちょっとこっちでお願いします。ちょっとこれですね、じゃじゃんってことで、どう思ってたっけな、どうでしょうか、うまく撮れたでしょうか。もしね、ちょっとまばたきしちゃったやつがあったら、ちょっとできれば目開いてるのでお願いします。で皆さんね、お互いこのね、このハッシュタグですね、ワン、ツー、スリー見つけたら Twitter でもリツイート、リツイートでお願いします。私も家族のスマホから確認するのでね、皆さんぜひ、ね、あとこれとプラスそのなんとか SK48 なんとかなんとかオーディションってやつと、あとなあの7番に数字の7とあの番ですね、番号の番と、この3つですね。だから 5点必要です。ハッシュタグすいません、ちょっと要求が行っちゃうんですけど、もしよろしければ、多分全部やってくださってるファンの方もいるので、そういう方見つけたら参考にしてお願いします。で皆さんでリツイートしちゃってくださいね。はい、ということで少しタイム終わって読んでいきたいと思います。ニコルさん面白い、あ、よかったです。豊橋ですか、そうです、父が豊橋で、結構そうですね、ちっちゃい頃はよく行ってました。年に1回2回とか、ゴールデンウィークと年末年始は行ってて、ここ最近もちょこちょこ行ってますね。お正月行ったり、あとなんだろう、この前3月の最後ぐらいかな、4月1日とかに一人でおばあちゃん家来ました。はい、あとは結構豊橋だと静岡寄りなので、浜名湖とか、あと何だろうな、浜松だかとか、あとパルパルとか、あと遊園地、あっちの三重の長島スパーランドとかで泊まったこともありますし、あと何だろうな、豊海なりにもいつも行ってました、家族親戚で。あと蒲郡のラグーナとか行ったり、あと名古屋城とかですね、行きました。中村もんずさん、まきこさんはメンバーに服をあげるんで優しいの。じゃあなんか結構なんかいろいろインスタ見てて、結構趣味合うなっていうか、そのフォローしたいなと思ってフォローしてたんで、私はインスタも結構なんで誰でもかんでもフォローするわけでもないので、そのいっぱい流れちゃって見えなくなるので、本当に見たい情報が、だからすごい だからもしですよ、もしメンバーになれたら、多分まきこさんが言ってるネイルサロンとか、その美容室行きたいなって思ってました。それぐらい多分趣味が合うんですよね、そういうところで。だから服ももし私にももらえるのかなあと結構身長も多分150前半ぐらいだったかなって気がしたので、なんか着丈も合うかななんて思ってすごい年が経っちでも意外と年多分私とあんまり変わらないので、なんかちょっと申し訳なさもあるんですけど、でももうね、キャプテンで大先輩なのでね、全然もう歴は全然違うんですけども、1273人ありがとうございます。本当に
ジュリンさん、ジュリン、ミスタージュリン、ミスジュリン、ミスターかな。You like a new song of SK48? Yes, yes, I like, I like. 特になんだろう、なんていうの、うん、メロディー&ピープロモーションビデオ、ジャケットフォト、グーグー。どっちかっていうと前回のパンチライン、モア、ん、なんていうの、This new single more than パンチライン。パンチラインも like, but、私はなんか、cute, cute, cute, cute.ニューシングル、キュートキュート、なんかポップポップ、なんだろう、明るい感じで、でパンチライン、なんかクールダンスって感じ。どっちかって言ったらニューシングル Like Yes って感じですね。はい、すごいジャケット写真可愛かったです。なんか雲みたいな、なんか紫みたいな、薄紫みたいな。うん、ジョータカさん、6月に車で名古屋来たかという半日か。あー、どこに住まれてるんだろう。なんか皆さんのね、どこに住んでるとかいろいろ情報いただくんですけど、ちょっとまだ覚えきれてなくて、ごめんなさい。しぐれさんの目方かわいいの、え、本当ですか。わかんない、意識して、ちょっとこれを見ながらこうやって飲んでたからですかね。じゃじゃじゃん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 。皆さんありがとうございます。そうだな、何の話しようかな。あ、そうだ、皆さんじゃどこに、どの辺になんか住まれてるんですかね。なんかおすすめの観光地とかありますか、地元で。食べ物とか、多分結構国内も旅行好きなので行ってる方なのかもしれないんですけど、東北とか北海道行けてないし、四国も行けてないし、結構なんか行けてない部分も多いんですよね。うん、SKE の中で一番好きな曲、あ、しみたまさん、ありがとうございます。 SKE で好きな曲は、あのシングルだとごめんね様が好きです。ごめんね様、ハートにそっと触れたくなった。あとはあのワンツースリーフォーよろしくとか。なんかちょっと今後で見ますね、ちょっと笑っちゃったけど。ちょっとね、あのマキコさんのコメントちょっと笑っちゃった。とか、あと美しい稲妻とか好きですね。あと先ほどニューシングルのスタンドバイユーとか、あとパレオエメラルドとか、アイステラブルとか好きです。でカップリングだと少女は真夏に何をするとか、あの桑原瑞希さんとか、一番好きだったのは小木曽栞里さんと木崎りあさん で、あと桑原瑞希さんとか、あと木下ゆき子さんも好きだったので好きです。あと劇場だったら僕らの風とか、手をつなぎながらチャイムラブソングとか、あと雨のピアニスト、思い出以上、女の子の第六感とか、あとグローリーで声を語る詩人になれなくてとか好きです。どうでしょうか。九州の仙台、福岡も来てんですよね。もつ鍋でも結構こっちでよく食べるんですけど、食べてみたいですね。あとなんか明太子、皆さんなんか明太子の卵焼きがあるんですかね、入れる、どうでしょうか、あるんでしょうか、どうでしょうか。それ気になってますね。でも福岡も行きたいです。あと HKT ですね。もしね HKT のオーディションだったら遠くて多分私無理だったので、本当に SK のあれば縁なんですよね、いろんな面で。まず相田さんがいたからなんですよね。相田さんみたいな方がいたからちょっとあれでした。ブルーローズのセントレアに行ったことある、あれですよね、多分名古屋のあれ空港と会場とかかな、握手会場よくセントリアって聞きますよね。違うかな、名古屋行ったことないです。空港もその会場も行ったことないです。握手会はそのバイトで受付側あの一回だけイベントスタッフでやりましたね。あと空港も羽田と、あとあれですね、普通に成田と、あとあの長崎に行った時の長崎空港しか行ったことないです。でもいつかね行ってみたい、空港好きなので行きたいなっていう気持ちはあります。埼玉は何もない、そうですかね、埼玉でもあれなんかいろいろ有名じゃないですか、サッカーのスタジアムとかスーパーアリーナとか。あ、でもそう言われると神奈川もあんまないと思います。とか言っちゃってシャーザーさんが横浜だからっていうね、同じ神奈川県ですね。中村もんどさん、でもね、まきこさんのところにたまに行くと危ない。ちょっとどういう意味なんでしょうかね。
ちょっと分かんないんですけど、もしね言える範囲だったら。ジュリンさん、ミスタージュリンさん、ミスタージュリンさん、マイニックネームイズコンベンションオブジュリン。あージュリン、あー Do you like ジュリナ松井先輩、 OK OK。 あーやっぱすごいですね、ジュリナさん、グローバルのファンがすごいね。ね、あのアップル、ちょっと単語ごめんなさい、ちょっと本当に英語が分かんなくて、あのアップルちょっと調べますね、あとで、すいません。ちょっとスマホ一本で、ちょみんなねパソコンとかタブレットでやってると思うんですけど、ちょっと本当にワードもスマホでやるぐらい、ちょっと今のね現代の大学生と思えないぐらいのね機械パソコン値でやってます、ごめんなさい。とりあえずでもジュリナさんのファンってことで分かりました。だからジュリンってことですね。 OK です。 I can understand yeah ってことですね。はい、アップロード配置、ちょっとごめんなさい、本当にもう高3以来英語の勉強してなくてごめんなさい、受験で終わっちゃってましてね。しみともさん、切な制服の面は名曲多いよね。そうですよね、うん、いつかねもし出てきたらいいななんて思ってますけど、はい。ルーさん、カツオ軍団推しだったか、はい、そうですね、面白かったですね。 Google プラスのなんか動画とか見てましたよ。桑原さんの笑い方がすごいなんかもう癖になるっていうか、もうつられて笑っちゃいませんか、あのなんか真似できないんですが、あはははははみたいな、全然違う、全然違う、ごめんなさい、怒られちゃうかもしれないだから好きでしたね。ひろきさん、あこんばんは、イコラブの握手会から帰ってきた、あお疲れ様です、わざわざ来ていただいてありがとうございます。しけるさん、空港好き、私も好きです。 I like airport イエーイ。結構今までそうだ行った中で空港、そうですね、どこ行ったことあるかな、海外だったら台湾のなんていうんだろう、なんか桃園みたいな呼び方ってるかな、台湾多分2つ空港があって、その桃園の方とあと香港とあと、韓国だったらインチョンですね、とあとなんだ、ロンドン、ヨーロッパ周遊した時はもうロンドンのから行って、ロンドンであれのヒースローですね、ヒースローエアポート、あとタイはバンコクですね、タイのそこはそこですかね、これあとグアムですかね、空港行ったんですけど、ヒースローすっごいでかかったです。ターミナル、普通なんか日本だと成田で3つじゃないですか、ターミナル5とかあって、はぁって感じ、もうすごかった。なんか中でもなんか無料の地下鉄とかもみたいに乗り継いながら、もうターミナル、ターミナル間違えてもう終わり、終わりじゃないけど終わりじゃないけど、なんかもう覚悟した方がいいと思いました。広すぎて絶対間違えちゃダメですね、ほんと成田とか羽田でそのターミナル間違えたって日じゃないと思います、あれは。インチョンもすっごい綺麗、すっごい広いくて、広すぎてちょっと時間に余裕を持った方がいいと思います。いろいろあって綺麗だし楽しめると思います。時間だから早めにその行って、早めにね、あのいろいろゆっくり見た方がいいと思います。私結構ギリギリ行っちゃったんで、もうなんかめっちゃ走りました。セントレア空港握手会場か、あそうなんですね、勝手になんか握手なんかかで違う勘違いかな、すみません思っちゃいました。マサさん、神奈川には大聖域を認める確かにね、綺麗ですけどね、赤レンガ倉庫とか、ね、あと馬車道とか山下公園とか有名ですよね。私も好きです、中華街とかね。あ、政府もなんかね、こうやってコメントを読もうとするじゃない、そうするとなんかこの上スマホのこれごとなんか持ってきちゃって、ちょっともう今度ね通報が減ったかと思ったらこれになっちゃって、もう大変ですね、はい、すいません。としちゃかんぎさん、神奈川の先輩大場みなさんもと思って、いやすごい可愛いなと思ってます。可愛いし、なんだろう、もともと AKB に活躍されてた時から私はもう知ってたので、なんかあ、スクリーンにその遺跡とか結構多かったじゃないですか、なんか遺跡とか県人とか、なんかすごいなと思いながら、でもちゃんと、なんだちゃんとって言い方あれですけど、 SK に行ってもやっぱり長く活躍されてますし、しかも今年の選抜総選挙も私ずっとあの生中継で見てたんですけど、すごいなと思いました。本当になんだろう、うん、ただ可愛いだけじゃないみたいなこと、この感じを感じますね。りょうたかさん、パスポート持ってないの言ったこと、あ、そうなんですね。でも私もそのパスポート最初1回取った時は1回しか行ってなくって、あのグアム家族で行ったきりで、
小学校4年の時ですかね。でもそこからまあいろいろ私の受験があったり妹の受験もあったし、まあ、あと何、まあ、部活とか妹の部活とかって全然家族で行けてなくって、まあ、家族じゃなくて両親は私が高校2年の時に1週間ぐらいなんか結婚何年記念かもな分かんないけどイタリアに行ってたんですけど普通に。そうです。その後はもう私は大学の友達とか地元の友達とかバイトの友達とか女友達としか旅行行ってないです。だから大学に入ってお金自分で稼ぐようになってずっと中高の厳しい女子校に通ってたのでダメだったんですよバイトが。だから初めてそうお金貯めてどんどん行くようになりました。だから大学に入ってから10カ国9カ国とか行ってますね。だからずっともうバイトともう旅行しかしてなかったサークルとか全く入ってなくって、だからあんまり大学に友達もいないんですよね本当片手で数えられるぐらいしかいなくって、みんなもう分かんない人ばっかりって感じですね。はい。おう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 。ひろゆきさん、飛行機には団体旅行以外では1回しか乗ったこと。あ、そうなんだ。団体旅行でもいいですね。修学旅行で私は国内だったんですけど、妹はもう中3の時点で海外に行ってて、違う私立の女子校、中高、どっちも中高以下の女子校なんですけど、なんか私のところは結構厳しめで、妹のところは結構自由でみたいな、校風も校則もで、なんかいろいろ選べてたんですね。うん、すごかったです。場所高1でオーストラリアかな、で中3のその中学旅行は日本国内の沖縄なんだろうとか、なんか結構何箇所かで選べてて、なんかすごい学校だなと思いました。私は普通に京都奈良と長崎しか行ってないのでしげるさん、海外の空港でかさ安住アナ見てる。あ、そうなんですね。安住アナ結構多分行かれてますよね。安住さんはすごいんですよね。いろいろな番組出てて面白いし殿堂入りされてますよね。あれのイメさん、お腹減った。あ、全然もしあれだったら食べてくださいね、気にせずに。一回あの見なくても大丈夫なんで。晩ご飯何食べました。晩ご飯はあれですね、ちょっと皆さんおかげで休憩をねちょっといただきまして、シチューでした。シチューで、あのパンがなんか大阪で有名なとこなのかな、今全国的にもあるらしいんですけど、なんだっけ、なんかのがつくとのがつく、なんかパンのやつもらったのかわかんないんですけど、生食パンみたいなやつをもうその日はもう柔らかすぎて切れないみたいな、その有名なとこのパンをなんかもらったのか買ったのかわかんないんですけど、あったのでそれをつけながら食べました。美味しかったです。もう今お腹いっぱいですね。ポキさんこんばんは。あ、いつもありがとうございます。こんばんは。え、ハッシュタグの英語にまた、あ、そうなんですよ。結構ここ数日で今もね英語でイングリッシュコメントいただいてるように、英語をその韓国中国とかあとタイ人の方とか結構来てくださったので、それで日本人のファンの方とちょっとグローバルな感じでつけてみました。だからちょっと私のねお店くださる方はもういっぱいつけなきゃダメですよ。まず SK48 なんとかなんとかオーディション7番、その後にこのラッキーセブンの7ですね、とこの通報の7と、もう8時や、あっという間や。これをつけてください。あ、ロバのパン屋さんではないです。もうロバのパン屋さんなんか岐阜のやつですよね。岐阜違うかな、食べたことあります。なんかこっち関東の方に出張で来てて、で親がなんかそのパンのフェスみたいなの行った時にお土産で買ってこれて食べたことあります。確か岐阜だった気がする。違うかな、岐阜だった気が、なんか結構あれですよね、地元で有名なんですよね。見ました、調べました、それでネットで。なんだろうと、クリームとかの味でしたね。私のその今日食べたのは食パンでした。生食パンでなんか有名なとこみたいです。だからそうだ、さっきはあのスクショタイムしたんですけど、また最後の10分やるので、もしよければそれまでポッキーさんいてくださいちょっとね、普段こうやってね手を動かしたり瞬きが多いんでね、どうしても半目になっちゃう。普通に旅行行った時でも友達に写真撮ってもらってもこんなこんなみたいになっちゃうのでもうあ、それかもしれないです。やすさん、野上かなって。なんか大阪で発祥で、多分今東京にも店舗あるとか、いろんなところで出店してるのが、多分それかもしれないです。なんか、この野がありました。野があります。What do you like? Team S, Team K2, Team E? ああ、どうも。All like, but, I'm, なんだろう。今の SK48 ナンバーワンっていうか、尊敬してる、なんだろう、なんで尊敬してる、あ、尊敬、リスペクトメンバー is サリナソーダ先輩なので、
なので、therefore、チーム K2? OK? 伝わったかな OK? マンゴーは食べな、あ、食べました。そうです、シチューで、パン、パン2枚ですね。1枚目はその生食パンそのままと、2枚目焼けて食べました。だからお腹いっぱいです。結構なんか一気に食べれる量は少ないかもしれないんですけど、なんかこまめにお腹空いちゃうんですよね。だから太るタイプな感じで嫌なんですけど、でもちっちゃい頃は全然食べれなくて、給食とかもなんか食べるのも遅いし量も食べれなくて、私食べることの楽しさに、楽しさとかに、てかなんか本当にたの食べることをなんか意識しだしたの中学入ってからなんですよ本当に。だから今まではそんな、まあ、特にまあなんだろう、少女でしたね、ちっちゃい頃からまだ食べれるようになったはいいものの、そんな身長も伸びない上に大学生になってからなんか代謝が悪くなったのか、顔の肉もねいっぱいついちゃって、結構昔はね痩せてたんですけど、自分で言うのはあれなんですけど昔思うと痩せてたなと思います。結構うん困りましたね。もうちょっとなんかもしメンバーになったらダイエットしなきゃいけないのかな。皆さんダイエットされてますよね、きっと。ちょうたが日本語と英語ごちゃまぜ、すみません、ちょっとデガイングリッシュなんで、なんとかね織り交ぜてやっております。高村モンドさん、サリちゃん推しなの？そうですね、推しというよりなんだろう、もちろん推してますけど、いたから応募しました。というのも私も神奈川県出身という、愛知県じゃない出身ってこと、あと二十歳を過ぎてのスタートというところ、あとはあれですね、やっぱりその AKB との総選挙とかでも活躍されてる、そういう条件がありながらも活躍されてたりとか、あとなんだ大学と両立されてるところ、私も実際今大学3年生で、まあ、ちょっとなんだろうな、ソウザさんの場合も大学1年とか2年とか大変な時期にスタートされたので、またちょっと状況は違うと思うんですけど、もうすぐまあ4年になって、まあ、大学の両立されてる方がいたので、そうですね、勇気を出して応募することができました。はい、でおしり、すいません、おしりさんがちょっと調べますね。あかりんさんはあれ、須田さんですよね。須田さんはもう私、その私が中学の時とかは本当にまだまだって言い方あれですけど、全然もうなんか探してもやっと1秒取るかなとか、そういうレベルだったんですよ。だけど握手会の評判とか私も知ってるぐらいだったし、なんかいろいろなんだろうな、そのパフォーマンスもすごい指先とかも綺麗だったから気になってたんですよ。そしたらね、こんな長い年月かかってましたけど、やっぱずっと努力されてて、で今はねもう2位で、世界で2位でもすごいなと思ってます。であと中高大で女子校なのかな、だからなんか境遇も似てるななんて思ったりしますね。なんかいっぱい、すごいのがまたお星様がいっぱい引き上がってますね。ありがとうございます皆さん。まず今も十分です。どうですかね、ちょっとまだでもわかんないですよ、上半身だけなんです別に普通多分平均体重、ぐらいとか平均、体重どうなんだろう、この身長の割にはもう普通とかもうそれ以下かもしれないんですけど、でも、まあ、芸能人としては痩せどうなんだろうなと思います。結構痩せてる方多くないですかね。多分指原さんとかすごい痩せてますよね。160ぐらいあるのに多分40キロとかじゃないですかね、指原さん、わかんないけど、だからすごいなって思いますね。しみともダイエットゲレンデのキコイさん、こんばんは。こんばんは。エントリーナンバー7番7です。今20歳で、あと数ヶ月後で21歳になります。大学3年生です。151センチです。神奈川県出身で、父が松井玲奈さんと同じ豊橋市の出身です。よろしくお願いします。もしよろしければですね、このルームのフォローと、あとコメントも、推薦コメントよろしければ、スクショして保存してるので手間暇かかっちゃうんですけど、もしよければお願いします。あとですね、この築地市場、豊洲市場のようにいっぱいね星が引き上がってるこの7市場にぜひ星を投げてもらえたら嬉しいです。この大量って感じですね。はい、ハッシュタグなんですけど、上のこのちょっと大文字とか数字とかアンダーバーに気をつけてもらって、このラッキーセブンアンダーバー7と、ちょっと多いんですけど、このラッキーセブンの7と通報の7、通報7っていうのは私がちょっとね初回の時コメントタップしてちょっと通報ミスしちゃったっていうところが由来してます。とこの3つと、あと SK なんとかなんとかオーディションと7番っていうので、もしねやってもらえたら嬉しいです。私からはすぐ確認できないんですけど、家族のスマホで見るのでお願いします。はい、
住宅さん、そう、第二のソーダサリナ発掘中なれますかね。ソーダさんすごいからな、いろいろと。ブルーローズ、ナナちゃんも NG なしで買ってることも、 NG なしって何のことでしょうか。あ、須田さんみたいな感じですか。どう、須田さんすごすぎますよね。ちょっとちょっとあそこまで、なんだろう、身体すごい、体柔らかいし、なんだろう、すごいです。なんかそこまでできるかわかんないんですけど、でもできる限り頑張りたいと思います。でもあんまり、そう、どうなんだろう、わからないですね。ちょっとバンジーとかで、多分私はあんまジェットコースターとかも得意じゃないね。どう、って感じですね。はい、でも須田さんみたいに情報番組、朝の情報番組出られてるじゃないですか。情報番組とかラジオの仕事とか、どっちかって言ったらモデルとか、なんだろうな、あの女優、モデル女優さんとかソロデビューとかっていうよりは、そういうなんかロケとか、なんか旅番組とか、あとなんだろうな、グルメリポートとか、あと中継とか、なんだろう、あとゆきにさんみたいにお天気のお姉さんとか、あとエッセイを読んだりするのが好きなので、あとエッセイとかフォトエッセイとかもし出せたらですけど、写真集とかよりは、まあ、フォトエッセイとかですね、とか、なんだろう、あとラジオですね、ラジオ聞くのですけど、ね、そういうのできたらいいなと思っております。はい、星がいっぱい引き上がってる。あ、なんかこれいっぱい、なんか私から見るとなんかいっぱい、なんか魚がいっぱいバーってあるような、星がバーってあるような感じなので、なんかちょっと豊洲市場とか築地市場みたいだなと思って、ちょっとね、七市場にこうやって魚がいっぱい引き上がってるって、こういう感じです。はい、ね、いつかね、築地も行きたいんですけどね、豊洲も。しぐれさん、 ご家族はななちゃんの初めて、あ、見てないと思います。母は一番その事情を知ってるというか、まあ、母がそう勧めてくれて二次審査行ったんですけど、母がまあ私と同じ機械音痴なので、まずアプリショールーム自体私たちもみんな知らないので、私がその二次審査を取って初めて私は入れたので、母多分アプリ持ってないんですね。でも見なくて大丈夫です、恥ずかしいので。本当に家で話してる感じと変わんないので、多分飽きると思いますね、1分2分ぐらいで。中村モンドさん、ナナちゃんも受かってね、待ってね、 ありがとうございます、頑張ります。皆さんもね、こうやって応援してくださってるから頑張りたいと思います。本当になんかぶっちゃけ、そうですね、このショールームやるまではまあほぼ諦めてたんですけど、まあ私にはまあなんか失うものないなと思って、ショールームやろう、顔出しもどうしようかなと思ったけど、まあもう今の私、失うものないな、顔出してろって感じで決めたので、嬉しかったです。おしりんさん、 ありがとうございます。上手。焼津なんです。あ、焼津行ったことあります。焼津こうありますよね、焼津、静岡の焼津のスター80位。もうすごい、ランクインするのも大変ですよね、もうこんなにメンバーいたら。すごいし、またちょっと見ますね。あー、くんたさん買い物から帰ってきました。 ありがとうございます。また今日のこの枠も来ていただいて、あと1時間ぐらいですね、あと1時間ないぐらいか、よろしければお付き合いください。でもやっぱメンバーになるのも大変だけど、メンバーになってからも大変ですよね。今80分、ありがとうございます。びっくりした。ブルーさん、 SKE が歌唱力予選ワンツースリー独占しました。すごい、すごくないですか。すごいよ、すごいよ、すごい、すごくないんですかね。ひろゆきさん、総選挙とか投票したことある。結局というかないです、結果的に。でもちょっと迷ってた時はあったんですけど、なんかうまくシステムとか分からなくって、なんか CD 以外にもいろいろあるじゃないですか、モバイルとか、だからちょっとよく分かんなくって、ちょっと分からずで終わっちゃった時がありますね。はい、でもなんかもしね、自分がもしメンバーになるのも大変だけど、メンバーになっても誰がなんかこんな投票してくれるのかなって感じです。でもあれ立候補制ですよね。出た方がいいんだろうと思うけど、ランクインするのも大変ですよね。でも順位に限らずね、まあ自分の充実したお仕事ができればいいなと思いますけど。負けず嫌いの星で勝ち取るのだ。なんか星なんだ、精神でかな、負けず嫌いの気持ちで勝つの。よし。でも意外と負けず嫌いだと思います、私根は。なんだろうな、中学受験したのに、そのなんだろう、高校、中学公立で高校受験で、その進学校に行った子、
を見てちょっと悔しいなと思って大学受験負けたくないなと思って気合い入れてそのアイドルとかを遮断して自主規制してなんとかその本当ビリギャルみたいな感じですね。偏差値20ぐらい上げて入ったので偏差値なんだろう下駄割には英語はできないんですけど結局国語とか日本史で入ってるのもんなのでしかも高3が学力のピークなんで何とも言えないんですけど、まあでも意外と負けづらい嫌いかと思います。結構見た目よりもなんかそうなんだねってよく言われたりしますね。はい、のじのじすずらんちゅりこ、でもなんかすずらんさんあれですよね、 AKB 時代かな、あの AKB のなんかそういうバッドボーイズさんの時代のあれでうまかったイメージあります。すごい。チュリさんもチュリさんの歌声そんななんかソロでたソロの歌は聞いたことなかったんですごいです。のじのじさんすみません、のじのじさんちょっと勉強不足でちょっともう一回調べますね。ごめんなさい。マカさん怒ったら怖そう。ちょっと笑いました。もうどうですかね。怖いんですかね。ちょっとまあそれは皆さんがね怒られないように頑張ってくださいとか言って。握手会とかでね、でも本当に怒ること友達とかに怒ることないんですね。妹が今すごい反抗期なので、まあ、ちょっと母がもう手に負えなくて私がなんか母役になったりしてますね。うん。きよしさん SK に慣れたとしてその先の目標とかありますか？今はまだ SK にも慣れてない、メンバーにも慣れてないので何とも言えないんですけど、まあそうですね、自分のなんか合う仕事の分ジャンルで活躍できるような人になれたらいいと思いますね。まあ、もちろん、まあ、卒業して芸能界を引退するというのももちろん、まあ、素敵なことというか、まあ、いいと思うし、もちろんなんだろうな、卒業されてからも芸能界で活躍するっていうのも、まあ、もちろん素敵だと思いますし、ま、たそうですね、わかんないですね。まだ慣れてもないので何とも言えないんですけど、でも結構なんか48グループのメンバーの皆さんその20代後半でも30代近くでも活躍されてることたくさんいるので、まあ、そういう意味では長い目でまだアイドルとして活躍できるのかななんて思ったりもしますね。まあ、あと私は体力をつけるって感じですね。お金の下ごまぎで、あ、いつもありがとうございます。お願いします、ナナです。中村モンドさん難しい、わかりにくいよね、難しいんだ。そう、ちょっと難しかったですね本当に。なんか、まあ、皆さんすごいんですよ。なんかちょっといろいろ選挙みたいなやったら何とか誰々選挙対策委員会とかすごくないですか。あと生誕祭なんとか委員とか、なんか、なんかそんな有志で委員とか皆さんやられてて、なんかどんだけファンの方ってすごいんだって思いました。対策委員とかなんかね、なんか国家を挙げた本当のなんか災害対策本部みたいな感じじゃないですかびっくりしました、ネーミングに、ね、もしなんか私がメンバーになれたら対策してくれるんですか投票してもらえるんですかね。生誕祭とかもちゃんとなんかいいとか誰かメンバーになってくれますかね握手会で怒られると欲しいほどよっぽどやな、合ってますかね。まあ怒りたくないですよね皆さんね、わざわざそんな、交通費とかかけて時間もかけて ねお金で買えない時間もかけてね、いろいろやってくださってるので券も買ったりね、お金もかけてね、しかも短い時間でね、もう道端だったら全然もう喋るのにって感じ、もう無料でいっぱい喋るのにって感じなんですけどね、だから怒りたくないですね。はい、もうこれね、配信も楽しく終わりたいなんでね。はい。なんか誰かの名前やばい、通報者出ちゃった。バカさんとはブルローザ、マシンガン道具で名前出したらものすごいマシンガンで、やっぱりやるすね。なんか怖い怖い怖い、皆さんが逆になんか追い詰めてませんか、私のことやめてくださいよ。今日今初回で見た方どう思うんですか、もう確かに思ってることずっと止めてたらいけないバーっていうかもしれない、まあ、そんな怖くはないと思うんですけど、どうだろうでも意外と声が低い方なので怖く捉えられること多いですね。あと結構ハキハキしてるじゃないですか、だからもっと強く聞こえちゃうみたいです。なんかアルバイトとかでそれこそ後輩のことを全然怒ってないんですけど、私は普通に喋ってるつもりでも相手からちょっと後輩の子からしたらちょっと強く注意されたとか怒られたとかきついようにイメージ取られちゃったみたいで、まあ、私もそこはちょっと気にしてましたね。自分が怒ってない時でも怒ってるって言われちゃったので気をつけようと思ってます。はい、上高さん東大図も継承するのは誰だ、あー俺だ俺だ俺だみたいなことですかわかんない、全然言い切れないですけど
まさ、まさゆきさん、正解。正解。お、さっきのですかね、よっぽどですね。よかった。中村モンドさん、野島さんは SKE で一番歌わない。あ、のじのじさん、野島さんですね。ちょっと勉強になります。ありがとうございます。調べさせていただきます。本当にね、私はほぼ中学時代の SKE で終わっちゃってるのね、自分が。ブルーローズさん、ナナちゃんの戦隊、選挙対策員のことかな、やりたい。あー、嬉しいです。なんか私なんかがもし、ね、メンバーになれたら何回もできるかなって感じなんですけど、なんか皆さんのおかげでなんかすごい前向きな話題になりますね。最初はもうショールームすらって感じだったのに、どん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 、ね、夢のある話が膨らみますね。ありがとうございます。トシちゃん、反撃の隙を与えないマシンガンとかない。まあそうかもしれないね。でも、うん、相手の話も聞こうと思ってるんですけどね。なかなか結構なんか、うん、家だと逆に親がずっとそうなので、私はもう全然喋れないぐらい親がずっと喋ってるので、外でそうやってなっちゃうのかもしれないです。家だとずっと私は聞き役で無口で母がずっと喋ってるので。りゅうきさん、生誕院はおぎちゃんの時に何回かしたけどあんまり役に立ったこと。生誕院とかやっぱあれ全部なんかデザイン、お花のデザインとかそういうのもやられるんですかね。あとなんかこの手紙とかのあれ、なんかメンバーにも直接交渉するんですかね、よくわかんないけどすごいですよね。最初わかんなくて、なんかこうやって終わると思ったら、ちょっと待ったって司会の人が言って、でダダ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 、ハッピーハッピーハッピーバースデーって流れて、みんなでおーってなってケーキが運ばれてですね、何回か見たことあります。どのメンバーまで知ってるの？そうですね、どうだろう、もちろん全部の、例えば何期3期って言ったら3期がもう完璧とかそういうわけではないんですけど、ちょこちょこですかね。なんだろう、でも3期生、3期さんとかまでは、うん、他の期の方よりは詳しいかもしれない。あとはなんだろう、まあ、木本かのんさんとか、まあ、柴田彩さんとか、あとなんだろう、小畑優奈さんとか、あと涼波さんとか、あとあの野球のドラゴンのあの伊豆木さんとか、あとなんだろうな、あとでも八家の方だと野村美優さん、あの奈々ちゃん人形のスタイルのいい方で、私なんかがこんな奈々とか呼べないぐらいのスタイルなんですけど、とかあとルカさんとか、あとすごい神奈川県出身で若いメンバーいますよね、なんとアミさんかなとかですかね。あと、まあ、もちろんチュリーさんとか、その3期生とか1期生の方とかはもちろんですけど、須田さんとかジュニアさんとか、あと斉藤真希子さんとかって感じですかね。うん、あとでも皆さんのおかげでね、ちょいちょいあの教えていただきまして、例えばなんだっけ、ピオスさん、違うかな、鈴木さん、そのいじられキャラの鈴木さんとか、先ほどのじのじさんとかね、あとおしりんさんとか、あと画質がね悪かった時に、画質がゆめちさんですね、画質がゆめちさんで覚えたりとか、皆さんのおかげでね、徐々に学ばせていただいております。のんこねみさん、だいぶ ネガティブキャラがだいぶ抜けてきて、本当に皆さんのおかげですね。もうだからそれだけでもなんかショールーム勇気出してやって、しかも顔出しかめっちゃ迷ったんですけど、よかったです。本当に皆さんがなんかこうやってコメントしてくれるから、なんか毎日なんかポジティブでいられますね、今の期間は。わかんない、もしショールームの期間が終わったらまた戻っちゃうかもしれないけど、でも皆さんのね推薦コメントとか少しはして見返したいと思います。はい、コマリンズさん、握手会終わって友達と焼肉、あーいいですね。え、それはもうあれですかね、そのファンの方同士ですかね、ちょっと違うってことですかね。でもなんか食事中なのになんかコメントくださってありがとうございます。もしあれだったらね、いつでも言ってくださいね。ちぎるさん、ママ最強すぎる、ブルーローズだ、ななちゃんがマシンガンならママさんは丸顔だ。確かに本当にそうなんですよ。結構その中高の時も私がよく喋ったりする方だから、家でお口って言うと絶対みんな信じてくれなかったですね。本当にすっごいなんか、うーん、すごい喋るね、本当にすごいです。だからその中を引いてるのかもしれないです、やっぱり。はい、結構
3人その妹たちよりも一番母にとなんか趣味が似てるというか、母もその美容のコスメ好きだったり、韓国その韓国ドラマ好きで韓国語になってたりで、私はそのプロデュース法廷とかから韓国が気になったりとか、あとはコスメとかもそうだし服もそうだしとか、結構趣味が似てるんですよね。いろいろ一緒に服を着たりとか身長同じぐらいなんでしてます。そう思ったら、うん、でもそうで、おばあちゃんとかそこまで喋る方ではないんですけど、なんかすごいですね。母がちょっとなんかキャラが濃すぎて結構なんか話題になれば、同級生の間でも多分あーみたいな、奈々ちゃんの母さんね、わらわらわらみたいな感じのキャラですあ、AT48 福田あかりさんのファンの方、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あ、調べました、福田あかりさん、なんか私とあんまり年変わらないけど、すごいなんだろう、トーク力に定番がある方なんですかね。あと可愛くて ST の方ですね。一回あと8期受けてたんですかね、 SKE の、もしくも落選しちゃって ST の方でっていう形だったんですかね。調べました本当に皆さんがいなかったらね、こんなに何人ものメンバー覚える機会なかったのでありがたいです。ちょうたかさん、さっきスマホが配信中に落ちてしまった、大丈夫ですか、割れないようにスマホ落としちゃダメですよ。あの今やってる映画になっちゃいますかね、スマホ落としただけなのに。あれはちょっと途中血とか怖い、ちょっとグロいのがあるんで R 指定でもいいんじゃないかななんて思ったりもしたんですけど、ちょっとね R 低めでひろゆきさん、結構まんべんなく気を超えてしてる感じ、そうですかね、どうなんだろう、でもなんとなくですかね。あとそうですね、おばてんさん、後藤ララさんとか、あとその次何期かな、あの2人が6期ですか、 7期かな、で8期がその1個前の代の方ですよね。なんだっけ、なんとか願いさん、願いさんとか、白雪さん、なんていうか、黒豆さん、ツイートもしてくれて、あの推薦コンボ書いてくれた、4時間の質問、もう絶対失礼してください、絶対失礼してくださいって、ほんといつでも、明日もやってるんで、全然明日の朝と、あと明日夕方からですね、9時までやるんで、全然いてください、本当にありがとうございました、ずっと、感謝です。としちゃん、かんげさん、握手会行くと初見の人とよく世間話してるよ。あ、じゃあ皆さんそういうところでどんどん深まるんですね、絆が。なんかね、握手会いいなって思いますね。楽しそうですね。でも結構メンバーの皆さんすごい仲良い方だと、やっぱ喉とか大丈夫なんですかね。ちょっと私も飲ませていいので。なんか何日も続けてたらちょっと、なんか結構握手会3日続けてとかあるじゃないですか、1日目良くてもとか喉枯れちゃいそうな気もしますよね。またこうなんだろう、個性だったかな、個性のメンバー、個性的な、分かんない、メンバーから覚えてるでも個性的なね方の方が思いやすいですね。まあ一番もちょっと画質がゆめちさんですね、あ違うゆめちさんですね、はい。そういえば明日の朝何時から、今日と同じ、まあ、10時とか10時半からできたらなと思ってるんですけど、ちょっとどうなるか私でも分かんないんだけどねちょっと、頑張るんですけど、またちょっと朝みたいにねすっぴんでね、その帽子かぶってみたいになっちゃうかもしれない。でも朝ちょっと30分でも1時間でもやろうと思ってます、はい。12時ぐらいまでですかね。で夜は6時7時京都のぐらいですかね、7時ぐらいから、まあ、9時とかですかね。あ、落ちたの画面、あーそういうことですね、すいません。ブルルさん、明日来れないけど忘れない、忘れないですよ、だって初日やる前からコメント、推薦コメント書いてくださって、忘れないですよ、そりゃメガネ配信動画ちょっとあれだから、こんななっちゃうんですよ、こんなもうアップ耐えられねえみたいになっちゃうからさ、スピン配信見たかったでもほぼスピン配信ですね、ほぼスピンでも大丈夫、多分今日の朝のやつで載せてくれた方の写真は多分すっぴんですよ、フードかぶって、あの前髪もなんかあれでみたいな、まあ、多分ツイッターでこれですね、これこそ多分まだこのハッシュタグができる前だったんですけど、これかこれで多分遡っていただければ、多分ファンの方が写真やってくれてると思います。1枚こういうのもありますけどでもちゃんとこうやっておなじみのリンクやってるのもあるので、ちょっと何ですか、コンピュータ拾ってくるって何ですか、星のことかな、あ合ってますかね、星、確かにコンピュータに見える、ありがとうございます。水あげるようなんて地引き網かな、なんか寮の名前習いましたよね、
習ってないかな、中学受験だけかな。あ、初見の方がいらっしゃる。メガネ配信、そう、あ、さっき言ったか、でも動画はそう悪いので目がちっちゃく見えちゃって嫌なんですよね。もしメンバーになれたらメガネのちょっと自撮りとかブログに載せますね。あ、ジュリーさん、こんばんは、こんばんは、グッイブニング、グッイブニング。でちょっとまた自己紹介しますね。あ、アメリさんだってますかね。ちょっと自己紹介させていただきます。こちらですね、ご覧ください。エントリーナンバー7番の7です。20歳ですね。ちょっと読めなかったかな。20歳でもう数ヶ月で21歳になる大学3年生です。神奈川県出身の、あ、父が松井玲奈さんと同じ豊橋市の、愛知県の豊橋市出身です。よろしくお願いします。結構早口ですよね、すみません。あと150センチです。ちょっとまたね、ジュリー、ミスタージュリーさんの、ね、ミスかミスタージュリーさんの、ね、英語でちょっとトライしたいと思います。SK48 Nights Member Audition Entry No. 7 My name is Nana and 20 years old I'm from 神奈川県 Japan My father from 豊橋豊橋 is famous レナ松井、SK48 graduation member yes 151cm ですね。お願いします。よろしければこちらのルームのフォローとコメント、もし推薦コメント書いていただけたらスクショするので覚えられるのでお気に入りするのでよければお願いします。あとお星様ですね、皆さんね、たくさんありがとうございます。地引き網のようにね、こうやってなって本当にこのまま魚が上がってるかのように皆さんがこうやって釣ってきてくださってありがとうございます。本当にで、そうですね、ハッシュタグですね、つけての拡散ですね。こちらの結構グローバルなタイ人、韓国人、中国人の方、あと英語系の方ですね、来てくださって、あとインドネシアの方も来てくださったかな。この上のハッシュタグちょっと最近できたんですけど、ちょっと大文字小文字に気をつけてアンダーバーとかやってくれたら嬉しいです。あとこれですね、じゃじゃん、ラッキーセブンの7とこちらですね、じゃじゃん、通報の7。通報の7っていうのはコメントをタップしてちょっと通報ミス仕掛けたんですね、初回の時。本当に配信慣れてなくてっていうのから由来してあります。なのでこの先ほど言いましたこの上のこのグローバルハッシュタグとこの通報の7とこのラッキーセブンの7ですね、この3つプラス SK48 なんとかのところでしょってやつと7番っていうの5個をちょっとやってもらいたいと思います。すいません、多いんですけど。で、皆さんこのこれね、どれかヒットしてたらそのお互いリツイートとかお気に入りしちゃってくださいね。はい、お願いします。あと残り30、あ、早いですね。早いもので皆さんのおかげでもう3000人も超えて、3077人も超えてます。残りの10分とかでランキングとか読み上げていく中でまた最後にスクショタイムやるので、ぜひね、この動きが多かったりまばたきが多いのでちょっと半目こんななっちゃうと思うので、ぜひね、目が開いてる写真使っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ひろゆきさん、朝はちらっとだけ見た、ありがとうございます。ジュニーさん、ははは、遠い、 Thank you very much I'm so happy I'm glad to hear、 合ってるかな、 I'm glad to hear、 合ってるかな、それ聞いて嬉しいです。バカさん、ははは、のぼねみさん、この配信もインターナショナルになったね。本当ですよね、びっくりしました。初回でそのランキングの中にまだハングルの文字が見えて、あ、やばいと思って、次の回までにこれを作って、韓国に留学しに行ってた友達にちょっと添削してもらって、で OK ってこと、このままで大丈夫だよって言われてやってみて、その後にタイ人の方とかいっぱい、中国の方とかいっぱいやってもらいましたね。저는7位입니다여러분나를응원해주세요なんだっけ、정말사랑해요저는저와다르기っていうぐらいしかいないんですけど、はい。あと中国語もですね、本当に片言なんですけど、ダジャハオ、SK48 ナイスメンバーオーディション、エントリーナンバー7、イアサンスウリュチナナ、マエオジャオナナですね。はい、イシスシュイシん？イアアシスイですね、二十歳です。アシスイスイジャオハオチ、だからそんぐらいですね。すみません。あとウォスイレイブンレぐらいですね。我学韓語とかこのぐらいしかできないんですけど、私なりに、あとはね、ちょっと片言なんですけど頑張っております。シミトモさん、インターナショナルな配信すぎ、いや全然もう皆さんのおかげですね、サポートしてたら全部日本語英語片言なんですけど、あっという間ですね、本当に。
ペシャルギフトさんがまたありがとうございます。くんたさんがスノードーム10個ありがとうございます。スノードーム、私の、夢の中の一つは世界の、夢の国を制覇することなんですね。まあ、東京の方はもう年になんだそう、海と山の山陸の方合わせて年に多い時はもう5、6回とか行ってたんですけど年に5、6回とか行ってたんですけど、香港は行ったことあって、パリ自体は行ったことあるんですけど、パリのその夢の国はちょっと時間なくて行けなかったのと、あとモンサンミシェルも行けなかったんで行きたいのと、それ以外の国も行きたいんですよね、上海のとことか。でそこで香港でそこの限定のスノードームを買ったので、それを全部集めるのが夢です。はい、旅行行ったらその国 の関係するマグネットを買ってます、毎回。ポッキーさん、アイスクリームさん、ありがとうございます。本当に皆さんね、今日もたくさん、なんか昨日ぐらいからかな、すごいスペシャルギフト課金のねかかっちゃうのにね、ありがとうございますね、本当に。あれとゆみさん、 YouTube になる気ありますか？初めて見ました。どうですかね、何を配信すればいいんだろう。なんか思ったんですけど、私これやる前に本当に思ったのは、なんだショールームもこの YouTuber とかそういう動画配信されてる方ってなんかすごいなって思ったのは、なんだろう、全部やるじゃないですか。例えばカメラマンさんもそうで、こうセッティングとか、あとライティング、照明さん、あとなんだ衣装とか、まあこんな大した衣装じゃないんですけど、衣装さんとか、あとメイクさんとか、あとなんだろう、出演者も自分でやるし、で時間の配分とかもその AD さんとかで、企画も自分で、企画っていうか皆さんがサポートしてくださって話してるだけなんですけど、台本もなくて、そう考えたら YouTuber の方もほんとすごいと思って、ショールームでずっとやられてる方すっごいと思って、私なんかそんな一人何役もできるかなみたいな。で結構編集しなきゃいけないじゃないですか、 YouTube だと。私機械音痴なので、どうですかね、まだでもどうって感じです。そんななんか誰か編集してくれればとかでも、何ができるかなって感じです私が。どういう系の YouTuber ですかね。でもどう、勝手に喋ってるから、ラジオとかのこんな内容でよければずっと喋ってられるんですけど、ちょっと YouTuber 難しいですね。オチとかも考えなきゃいけない、ね、短いも本当に何時間も喋っても10分とかにまとめてられてるじゃないですか。ジュリンさん、 Can I call you ナナさん、あー Thank you, thank you, yes, 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 yes. ナナさん、 Thank you. My name is ナナさん、わーコマリさんもワールドワイド、あっという間にワールドワイドになりましたね、びっくりしました。初回はまず韓国人の方で、次が韓国人の方とタイ人だったかな、あと中国人の方とで、今日こうやってなんかさっきもインドネシアの方とか、ありがとうございました。本当にタイ人の方、本当コップンカーとかサワディーカーしか言えなかったんですけど、本当に情けない限りね、すみません、どれも片言でちょっとね、 I'm not good, I'm not good English, Chinese and Korean Sorry, I'll do my best すみません、本当に。でもね、できることだよね、もうパッションとリアクションとね、あとジェスチャーでやって、今まで10カ国以上やってきました、7でございますって感じですね。ポッキーさん、外国人行きつけるタイプなんか、あ、そうなんですかね、どうなんだろう。もう嬉しいですけどね、国に限らずどんな方にも好かれるってことは嬉しいですね。もうどんな年代でもどんな方にも、異性、同性異性限らずね、嬉しいです。あ、上高さん拾ってきて、ありがとうございます、本当にありがとうございます。もうこんな大量持ってですね、ありがとうございます、本当にすみません、無理ないとで皆さんお願いしますね。本当にあっという間ですね。あとだって日曜、月曜、火曜で、私がもしうまく授業からの場所が確保できたら、水曜がね、8時までだからちょっと難しいんですけど、もう折り返しになってるってことですね。本当びっくりや。アンベリーバボーはタイムイズマニーですね。本当に時は金なりって感じでね、時は金なりで、本当にあれなのにね、やっぱ時間で買えないお金を使ってね、こうやって今も1時間で3334人の方累計で見に来てくださって、本当にありがとうございます。もっと自分のこととかね、できるだろうしね、もっと面白いテレビだったりアニメだったりラジオだったり、いろんなコンテンツが溢れている中ね、ショールームにもたくさんのルームがある中ね、こんな私のところに来てくださってね、時間使ってくださって、本当にありがとうございます。嬉しいです、本当に。タイムイズマニーですよ、時は金ない大きいさ本当に Thank you very much、本当シェイシェイ、ちんちゃかむさむにだ。
ゆうじさん、坂道グループとか好きですか？そうですね、そんな詳しいわけではないんですけど、一応あの大学1年の時、3期生メンバーオーディション乃木坂の時に、友達が勝手に私の写真で応募して、気づいたらソニーさんから封筒が届いてて、気づいたら二次審査にノリで行ってたってことありました。でもまあもちろん落ちたんですけど、でもその経験があったからちょっと芸能界を意識しだしましたね。初めて、今までそんなこと全く考えたことなかったんですけど、少しはなんか、うん、いろいろ衝撃を受けましたし、私より年下の子がこんな必死になってなんか夢に向かって頑張ってたりとか、あと実際3期生の皆さんが、うん、いろいろ活躍されてるのを見て、私もあの時なんか本気だったら人生変わったかなみたいに思ったりまして、そんな中ね、いろいろあった時に、まあ、こういう巡り合わせでこのオーディションで、で本当にダメ元で受けたんですけど、書類審査、二次審査なんか本当に運よく拾っていただいて、皆さんにねこうやってたくさんの方に応援していただけて、もう嬉しい限りです。本当に多分人生で忘れないですね、このショールームというか、この皆さんに応援されてること、推薦コメントも多分ずっと残しますし、どんなにもし、まあ、いい結果になればいいですけど、もし残念になっても私はそのコメントを見てこれからの人生頑張ろうと思ってます。家庭です、本当にありがとうございますね。バカさん、友達が勝手に応募ってできるの？そうですね、あの写真送ってって言われて、もともとなんかオーディション受けてみなって言われてたんですよ。で私がいやいいよみたいな、無理だしって言ってて、でその時はなんか結構簡単でネットで応募できて、多分アップの写真と全身写真となんか住所とか分かってればよかったんですかね。で私その普通に年賀状とかもやり取りしてるぐらい仲いい子だったので、でも別に、まあ、許可は別に応募していいって言われて、まあしないと思ってたんですよ。だからしていいよみたいな感じで軽く言ってたら、本当にして、でしかも本当になんか通っちゃってみたいな感じでした。はい。ダンス経験はありますか、ゆうじさん？そうですね、プロの方のレッスンを受けたこととかは歌もダンスもないんですけど、まあ、先ほどの枠とかでちょっとね歌、まあそんな上手くないので披露させていただいたんですけど、そうですね、まあうん、とりあえず最終審査に向けて、まあ、できること自分で中でやろうと思ってます。頑張ろうと思ってますね。はい。ジュリンさん、食べましたか？なんだろう、食べました。 I ate dinner OK? ジュリン、ミスタージュリン、ミスジュリン OK? あって I ate、dinner eatシチュー and bread パン OK This bread is famous in Japan. Japan で有名なブレッド食べました。はい、本当に全国で有名らしいですね、その生の食パンが。合ってるかな、夜ご飯って意味で食べましたかが。ポッキーさん、悪頃に外国人になったね。慣れたらいいですけどね。あ、友達、あ、すいません、外国人の友達の意見。あ、そっちですね、友達。あ、なるほど。あ、オッケー、分かった。あ、センキュー、センキュー。もともと振り込み好きだったの、あ、気をした。そうですね。うん、してた方だと思います。あと、もともとその48グループの前は、あのミニモニさんとかモーニング娘さん好きだったので、勝手にそのなんかよくなんかおもちゃのマイクとか持ちながらテレビの前で歌ったり踊ったりとかは好きなタイプだったと思います。私が記憶ない頃からそういうタイプだったらしいです、親が言うには。そうですね。ブルーローさん、ナナちゃんを応援できるのは人柄が好感持ってるからです。 ありがとうございます。そんなもったいないぐらいの言葉ですね。できるだけ皆さんの期待に応えられるように頑張りたいと思います。皆さんがね、本当にね、タイムイズマニーの中たくさん見に来てウォッチングしてくださってるので本当に嬉しいです。頑張ります。 I'll do my best。 ファイナルセレクションし、オーディション I'll do my best。 はい、頑張ります。 OK、 わかった、 Thank you ですね。こんばんは、見に来ました、初めて。あ、よさけさん、ありがとうございます。初見ですかね。あと20分で終わっちゃうんですけど、また明日もやるので、明日は朝午前中、まあ、10時、まあ、10時半、まあ、でも今日みたいにちょっとすっぴんみたい、ほぼすっぴんでぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれないけどと、あと夕方ですね、7時、6時、7時ぐらいから、うーん、最後9時までやろうと思ってます。あと月曜と火曜は5時から9時ですね、やろうと思ってます。ぜひお願いします。エントリーナンバー7番の7です、20歳ですね。もうすぐで、もう数ヶ月ですね、もう数ヶ月で、あれになります、21歳になります、151センチです。神奈川県出身で、父が豊橋市の出身で、松井玲奈さんと一緒です。もしよろしければルームのフォローと推薦コメントスクショするので、もしよければ書いてください。あの、覚えたいのでお気に入りに登録して、あとご質問ですね、皆さん今もありがとうございます。もうブルーと
あのおレッドといろいろ、はい、もうカラフルランドって感じ、カラフルスターズ、センキューって感じです。はい。やばい、ちょっとやばすぎですね、この英語が。あとハッシュタグをつけての拡散ですね。あ、やばい。はい、上のまずこのグローバルのハッシュタグとこれですね、ラッキー77、じゃじゃん。と通報の7ですね、この3つと、あと SKE48 なんとかなんとかオーディションってやつと7番っていうね、5点でよろしければお願いします。で皆さんね、このね、これを どれかでもね、この3つのどれかヒットでもね、7番でも1個でもヒットしてるツイート見つけたら、もうみんなもうフレンズ 7番を応援してるフレンズなので、皆さんちゃんとリツイートしてくださいね。よせきさん、ああ、年齢ギリギリ遅れたんだ、ここまでよかった、本当なんです。もう相田さんのおかげで私はもう応募しようって感じだったんですけど、ギリギリできたので本当に運よく聞きましたんで、本当にこんなね、皆さんに応援させしてもらえて嬉しい限りです。最後にまたスクショタイムやるんでね、その時の写真でぜひ使ってくださいね。私はあなたがデビューするのをまず、あー、センキュー、嬉しい、うん、ジャパニーズしてくれて。ヨタカさん、リツイートされますかね、どういうことだろう。なんかお互いそのファンの方同士ちょっとリツイートして広めてくれたよ。お願いします。センキュー、なんか日本語で頑張ってローマ字やってくれて、センキュー、本当にね、難しい中ありがとうございます。本当にタイムイズマネー使っていきます。ポッキーさん、ありがとうございます。コイコさん、すでにキャラができてる感じで、ね、いい意味で、ありがとうございます。センキュー。センキュー。本当に皆さんありがとうございますね。岡田直さん、明日も配信見るの、ありがとうございます。待ってます。ポッキーさん、英語大好きすぎて。本当に片言ですみませんね。中村モンドさん。SKE と平成のボジポボジがテレビ番組で、え、知らないです、何それ、ちょっと調べます。平成、ああ通報、あ、だからあれですね、もし今これ多分つぶやかれてるじゃないですか、それもう一回自分のツイートに自分でハッシュタグつけるんですよ、つければいいと思うんですよ、多分分かんない、今 SNS やってないか分かんないですけど、これをつければ大丈夫です。で皆さん、このあれですよ、ジョータカさんのツイート見つけたら仲間なんで、みんなリツイートしてあげてくださいね、お願いします。私も家族のスマホから確認するんで、はい、お願いします。ちょっと平成のぼしこぼしさん、平成のぼしこぼしさんのあのどっちだっけ、お前でした、あのもう、あの渡辺直美さんと仲いい方の方のロンハーのドッキリ見で、あ、すごいなんかいい方だなって思いました。見ましたか、誰か分かんないけど、英語を僕も勉強する、しみともさん、あー、 Yes Together Together Be Study Englishイエーイ、みんなでね、グローバルで目指していきましょう。英語勉強して損はないんでね、日常でも、まあ、ビジネスでも、観光でも、サイトシーイングでも、デイリー、ビジネス、サイトシーイング、オールイングリッシュ、フォーというね、感じです。はい。どうでしょうか、なんか初見でこんなテンションで大丈夫ですかね。なんかでもこれがほぼ素っていうか、ほぼ友達と話してる時のテンション高い感じなんですけど、初回はちょっと緊張しすぎてて、なんかまたスペシャルギフトがなんか来てるみたい。ヤスさん、ワン、テン、ワンハンドレッドハーツ、ハートテン、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 いっぱい、ワーワー、ポッ、ポッキーさんもまた、スノードーム、ワン、ワン、スリー、あ、センキューも、皆さん、センキューです、本当に。ありがとうございます、本当にありがとうございます、本当に。ごめんなさいね、なんか私なんかに本当にありがとうございます。もうなんかアップすぎてちょっと自分の顔今引きました、ちょっとなんかもうブスすぎて本当にこんな私なのにね、ありがとうございます。頑張ります。なんかね、こんなにやってもらっててね、なれなかったら本当に申し訳ないなって思うので、私もしっかりね、最終審査に少しでも不安が残らないまま自信持って臨めるように頑張りたいと思いますし、ちょっと最終審査の前は皆さんの推薦コメントをスクショしたお気に入りの中からみんなのね励ましを読んで、私はもう、私はできる、私はできるって、そうやって洗脳させていきたいと思います。はい。なのでぜひ推薦コメント書いてください。もちろんこれもハッシュタグもお願いしますね。チッチッチッ、はい、お願いします。あ、結びの一番っていうのが平成のぶしこべさんですよね。あ、皆さんがその今日とかも結びの一番っていうの言ってくださって、なるほど、へえ、すごい、ちょっと覚えました、ありがとうございます。金欠なのでギフト投げる、あ、全然いいんです、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 
いいんですいいんです、もう見てくと、もうこれをまず見てくれてることはタイムズマネーですから、マニーですから、タイムズマニーですから、いいんです、星も投げてくれただけでいいんです、本当無料でフリーギフトでも十分嬉しいんです、コメントも無理しないでください、本当にまず皆さんのせあれですよ、第一はまず皆さんの時間と生活第一ですよ、分かってますか、無理しないで、次楽しむで、最後にもしできたら上行きたらいいねって感じなんで、お願いしますね、本当に無理しないでください、課金しないでいいです本当に。あ、花佐々木さんよかったまでやってた、あとね13分ぐらいやるんでよかったです、また戻ってきてくださって嬉しいです。新三友さん、初見さんも癖の強さにイメージするか本当ここ1日2日でやばいですよね、癖の強さが。どうなんだろう、もう3780人、わお、1時間で、あ、2時間か、1時間半か、1 hour half、 わーおって感じです、はい、もうアンビリーバボーですね、本当初日の前とか私本当に仲いい友達に10年か20年ぐらい見てくれて嬉しいなみたいな本当リアルで言ってて、逆になんか5人以下とかだったらコメントくれるかな、そんなこと本当にリアルでガチで言ってたのでびっくりですよ、もうね、本当に皆さんね、こんなでも私のこういうこと知らない子からしたら本当にみんななんだやらせじゃないよねとか桜じゃないよねとか言われる気がします、いや本当にこの私のためにみんな見てんのとか、なんか疑われそうですね本当に応援してくれてんのとか、なんかあなこの奈々ちゃんが桜で雇ったんじゃないのとか言われそうなぐらい、多分私たちにとってまあ衝撃的な出来事なんです、この今この時がはい、微笑みのボディチュー洗脳自分で洗脳していきますよ、こうやって私はできるみたいなね、ネガティブなんで、結構ネガティブとポジティブの両極端なんで、いけるって思ったらガッていけるんですけど、本当にダメだって、またダメだ、ナナナとか桜じゃないですなんかさ、ありがとうございます、そうですよね、多分でも友達に言ったらびっくりするぐらい、多分私がそんな芸能とかを目指してタイプでもなかったし、アイドルとか、まあ、アイドルはずっと好きだったんですけどね、だから多分びっくりすると思います、こんな応援されてて桜じゃなく梅あ、やばい、また梅って曲歌いそうになっちゃったけど48じゃない、ジュリンさん、私のコメントが読まれたことに感謝します、わざわざ日本語で You are Japanese Good, very good Good job, thank you、 本当にありがとうございます、翻訳していただいてね、 Thank you、 あの名前が桜の人にいるかもしれない、うまいですね、本当に確かに桜ちゃんって名前可愛いですよね、宮崎さんもですけど、仲間マンモンドさん、奈々ちゃんも優しいよ、素敵で、ありがとうございます、ナナの圧がすごいナナの圧、ナナのナナナナって感じもう、ね、皆さんのおかげであっという間なんですよね、本当に、うん、あまり友達も多い方じゃないので、普通になんかね、もし落ちちゃってもなんかやりたいぐらいなんですけどまあでもね、まあ需要ないと思うんであれですけどまあどっちにしてもね、悔いの残らないように頑張りたいと思います、まあ、このショールームの残り期間もですし、最終審査もですね、私は頑張ります、 I'll do my best、 はい、あー、なんかまたくださってる、コマリンズさんがお花テント1、11個、ありがとうございます、バラかなお花かな、あんまり分かってないけどありがとうございます、本当にみんな無理しないでくださいね、本当にありがとうございます、あ、そろそろ50分ですね、でいろいろちょっと締めというかあれやりますかねなブルーローズさん、実は運営に雇われたバイトですそれもね、もう雇われただけでもね、こんなやってくれただけでも嬉しいですけどね、私はもうそんな感じです、本当に信じられそれぐらい信じられないんです、ただの一般の大学生なので、池谷さん JR、 あー優しい、ありがとうございます、なんかもうこんな気持ちです、今泣いてないけど心はもうこんなぐらい嬉しいです、もう1週間前の自分に言ったらもう信じられないと思います、ずっと不安だったので、実際にその5日かな3日ぐらいで 2,3 キロ痩せたり食べれなくって、もう緊張しちゃって、でもっとみんなショールームワークやってる人見たら余計自信なくなっちゃったし、寝なくって、あのよく快眠の音楽聴いたり ASMR って YouTube でそのなんだろう音フェチの動画聴いて寝るようにしたりとか、結構工夫して寝つけるようにしてもらって、12時にお布団ベッド入っても5時まで寝れなかったりとか、それぐらい不安だったんですね、日給が10円のバイトだったり低すぎませんか、ちょっと最低賃金あれですよ、お嬢行為ただこんばんは、あどうしよう、あと9分しかないんですけど、明日朝10時か10時半ぐらい多分、どうしよう、すっぴんだったらちょっと恥ずかしいんでしょうけどと、あとまあ夜ですね6時7時あたりから
やるので9時まで、またあと月間もやるのでぜひ来てもらえたら嬉しいです。あとね皆さんこれですよ、ね、ちょっと一回自己紹介しますね、すいませんちょっと落ち着きますね、エントリーナンバー7番の7です、年齢20歳の、あと数ヶ月後で20歳の大学3年生です、151センチの20歳です。父が愛知県の豊橋市ですね、松井玲奈さんと同じところ出身 で私自身は神奈川県出身です。よろしくお願いします。もしよろしければですね、こちらのルームのフォローとコメント、もしよければ推薦コメント書いてもらったらスクショして私覚えたいので、何回もちょっと1回で覚えられないんですけど反復してみて覚えるので、よろしければ書いてくれたら嬉しいです。あとお星様ですね、もう皆さんいっぱいもありがとうございます、もう大量祭りみたいな感じで ありがとうございます。はい、あとハッシュタグをつけての拡散ですね、よろしければお願いします。まず上のですね、結構グローバルなファンの方が来てくださったので今日作ったんですけど、このあの大文字とか、あのなんだろう、このあれなんだろう、アンダーバーとか気をつけてお願いします。あとこちらラッキーセブンの7、はじめまして、あ、はじめまして、阿部さん、ちょっと今日はあとちょっとなんですけど、また見ていただけたら嬉しいです。あとなんだろう、推薦コメントとか見たら私の多分感じわかるかなと思うんですけど、ちょっとみんな褒めてくれてるので、なんか実際見たらこんな褒めてるのと違えよとか思うかもしれないんですけど、まあ見通してくれたら嬉しいです。あとこれですね、通報の7ですね、初回の時に私がちょっと慣れてなさすぎて毎回皆さんのコメント通報しそうになってしまったってことからつけられています。はい、またなんか中村モンドさんがこれなんかくれたのかな、あああ、いっぱいてん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 ワンハンドやったてんてん、 ありがとうございます。本当になんかどうしやっぱね、メンバーになってあと活動していく中で皆さんに恩返しできたらなと思ってるんですけど、頑張りますね、本当にありがとうございます、もう嬉しい限りです。スペシャルギフト Thank you、 一日お疲れ様でした。あ、福田さんもマシンガントークなんですか、あ、だからあの STU48 の福田さんはしなかった来てくれてるのかな、あー嬉しい、奈々ちゃんにご報告してほしい、ありがとうございます、本当にもうすっぴん大丈夫な感じするけど、そうですかね、今日多分すっぴんの回のやつも写真で多分撮ってる方がいるので、ちょっとじゃあそれ確認してみてくださいそれ見てから大丈夫とか確認してくださいすっぴん風のやつがあるので、残り、5分ぐらいですかね。花さんにプロフィール写真とのギャップがすごいいい意味で阿部さんイメージ実現できるんですよ、おいしそう、ありがとうございます。またもっと詳しい話とかもっと自分のこと知ってもらいたかったので、またいつか来てください、もっとゆっくり話すので。あとね、あの私 そのずっと応援してくださってる方がに聞けば多分私のこともうちょっと詳しく知ってると思うので、皆さんちょっとお願いしますね、広報活動とか言ってはい、ということでですね、まずスクショタイム行きたいなと思っております。このぐらいのリップでいいかな、明日はなんかでもね、すっぴんでやってなんか幻滅されても困るんですけどとか言って勝手にいきなり愚痴るみたいなはい、じゃまずね、あの頑張ってまばたき多いの我慢してやるので、はい、お願いします。写真これを使ってください。結構ね、ウィンク褒めてもらえるのでね、ウィンクで行きたい、ウィンクやると思います。で、あとあれですね、このこれマキコさんと同じくなんで、ぜひアピールしてくださいとか言って本人届くことはないと思うんですけど、なんかそのマキコさんのファンの方とかにも言ってもらえたら嬉しいです。ちょっとこれですね、どうでしょうか、もう一回やっておきますか、ちょっと一回、どうでしょうかね、そう、ウィンクね、ウィンク、なんかウィンク特技、ウィンク特技、ちょっと英語でウィンク左のウィンクがね得意ってよく言われるので、なんでこれですね、じゃじゃん、どうでしょうか、目にゴミが入った人の目にやばい、やばい、どうしよう、じゃあもう一回ちょっとやる、ちょっと強くやりすぎたかな、気合い入れて、どうでしょうか、どうでしょうかね、まあちょっといい感じのでお願いしますはい、お願いします。スクショが毎回しくじる、あ、じゃあもう一回やりますね、あと4分もあるんでやりますよ、はい、
どうでしょうか。右目できないです、すみません。ウィンク嫌いすぎ。ちょっと皆さんに、ね、褒めてもらえたんで頑張ってこうやってやっちゃったんですけど、どうでしょうか。あともう一回こっちもやってきますか。じゃあどうでしょうか。はい、ってことでね、どうやって面を大丈夫かな。ちょっとすっぴんのツイート見たけど全然本当ですか。まあ、すっぴん風なんですけどね。あれは勢いさん、ありがとうございます。ありがとう、イメさん。明日の配信まで7ロスで魂抜けるも、何それ、なんかすごい嬉しいこと言ってくれるじゃんとか言って、いやもしか、朝ちょっと皆さんに甘えてて明日ちょっとすっぴん風になっちゃうかもしれない。朝ごめんなさい。左目大切にしてください。サービスは嬉しい。朝ほぼすっぴんでいくの。逆になんかそんな見たいんですか。なんかそうやってなあんまり心理がわからないですね、皆さん。あ、もう4296。ウィンク面白い、かわいい。ちょっと、また瞬きしたらもうやばいと思って。必死でやってますね。あ、なんかごめんなさい、すっぴんに、すっぴん、あ、なんか皆さんなんか、ランさん。ランさん初めてかな、コメント。本当に。これからね、もうこれで頑張ってますけど、頑張ってますけど、頑張ってね、発展する、あ、本当ですかね。少々しようとすると学ぼうと設定のため、あ、わかりますわかります。ナナちゃん、配信お疲れ様でした。ありがとう、あ、ありがとうございます。止まった、あ、大丈夫ですかね。見えてますか、見えてますか。音が設定つけてる。え、今見れてる、見えてる、え、見れてないかな。見れてない、終わっちゃった、止まっちゃったかな。あ、見えてない、あ、声聞こえない、声聞こえない、戻った戻った戻った、あ、よかった。どっから見えてないんだろう、ごめんなさい、ちょっと間違えちゃったのかな。なんか音がすっぴんすぎて、ではちょっと皆さんに甘えさせていただくかもしれないです。はい、ってことでちょっとランキングとか読んでいきますね。スペシャルゲスト、またスペシャルゲストってちょっと本当にいつも癖ですね。本当に今日のスペシャルゲストはこの方ですみたいなノリで言っちゃってます、ごめんなさい。本当にチュチュチュ、中村マンダさん、ヤスさん、ポッキーさん、合ってるよね、コモリンさん、コンタさん、声が聞こえない、なんでだろう。スペシャルゲストまさか、あ、直樹さんこんばんは。あとちょっとで終わっちゃうんで、また明日来てください。明日は朝10時か10時半ぐらいから、多分皆さんがなんか甘やかしてくれてるので、今日みたいにほぼすっぴんで髪の毛多分ちょっとフードかぶってるかもしれないです。はい、ちょっと甘やかせていただいて、であと夜6時8時6時ん6時間違えた6時7時ぐらいから9時までやるのでお願いします。あ、ツイートありがとうございます。ひろのりさん嬉しいです。私も家族のスマホで見ますね。よし、ちょっと待ってくださいね、書いてます。それでも怖いけど、本当ですか、よかったよかった。明日こそ見ます。あ、待って待って待ってます。あと月間もあの5時9時でやるので、よりければごめんなさい、ちょっと9時までしかできなくって。リツイートしておきますよ、ありがとうございます。皆さんでね、この1個目、2個目、3個目と、あと SK48 なんとかなんとかオーディションと、あとあれですね、あと7番っていうのを、もしね仲間がいたらお互いリツイートしちゃってくださいね。明日の衣装はちょっと考え中で、でも多分うん1週間やってるので、ちょっと服ちょっと被ると思います、ごめんなさい。でも明日も朝もし早かったらこれでフード被ってやっちゃうかもしれない。ちょっと見えるかな、今回の幕でスペシャルギフトくださった方ありがとうございました。くんたさん、ポッキーさん、ちょっとこれ上いきますね、やすさん、中村もんださん、ありがとうございました。あれ、コマリンさんも多分くれたんだよね、だから書いたはずなんだけど、こっちに出てないのかな。とりあえずまあありがとうございました。すいません、ちょっと今消えちゃったかな、コマリンさんのやつ。ありがとうございました、本当に皆さんもね、星投げてくれてるだけでも、1分見てくれただけでも嬉しいんですけど、あ、ラッキーセブン、センキュー、
今日はゆっくりですね、どんどん来ましたね、ブルーローさんありがとうございます。でも意外とまだ、うん、だいたいこんな長くやったの初めてなんですけど、やっぱりあれですかね、新橋駅での外でのあれがよく聞いたかもしれないです、バイトがいらっしゃいませいらっしゃいませって年末ジャンボのドリームジャンボの本日大変吉日で大変縁起のいい時になってます。あ、9時過ぎはすみません、すみません、ごめんなさい、ちょっと呼びあれですね、ちょっとあれすみません、調子乗って話してきました。はい、じゃあ13位から読みたいと思います。じゃんじゃじゃーん。13位ひろゆきさんありがとうございます。12位アレイトイメさんありがとうございます。11位ハーブさんありがとうございます。10位トシちゃん感激さんありがとうございます。9位ブルーローさんありがとうございます。8位グルッパさんありがとうございます。7位ひろゆきさんありがとうございます。ひろゆきさん2人いるのかな、カタカナの方と漢字の方ですね。で6位山市さんありがとうございます。5位しみともさんありがとうございます。4位埼玉さんありがとうございます。3位やすさんありがとうございます。2位のんこねむさんありがとうございます。1位くんさんありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます、ありがとうございました。シェシェジンチェカムサムニダ Thank you very much って感じです。本当に本当にありがとうございました。じゃあそうですね、 あとちょっと1分2分ぐらいだなとか言って本当にありがとうございました。うん、またねやるのでね、またねちょっと私10分20分30分とかちょっと誤差があるかもしれないんですけど、まあでもね皆さんの推薦コメントとかあれを楽しみにしてるんで、明日は全身シャット見れたりしますか。全身ってどうやって立ってたら大丈夫なのかな。でもあんまりそのスタイルが良くないので、150センチでうーんって感じで、うん、なんかちょっとマイナスポイントになる気がします。はい、ってことで今日も皆さんありがとうございました。最後の1時間半とかですね、4666人、本当にありがとうございました。またありがとうございました。皆さんコメント楽しみにしております。ありがとうございます。優しい皆さん、ありがとうございます。多分ほぼすっぴんでやっちゃうかもしれないです。ありがとうございます、ありがとうございました。じゃん、バイバイ今揺れちゃう。